皆さんこんにちはゆズブログでようこそ今日はデンマークコペンハーゲンに住むときに必要な家ですね家を借りる際の注意点についてお話ししていきたいと思いますこれからデンマークに留学される方とかあとワーキングホリデーに行かれる方にとって必見のビデオになっておりますのでよかったら見ててください私自身2019年2020年2021年と交換留学とかインターンシップを通して コペンハーゲンに滞在していたんですがあの学部生から学んでいる法律についてすごく関心があってデンマークに来たのであの法律関連にはすすごくアンテナを張っていたんですねだから、えっと、私の専門は労働法なんですけれどもあのその生活の中ですごく身に起こったこととか思ったこととかすごいちょっと嫌だなって思ったこととかそういうことがすごいいっぱいあったんですね。 でも留学の前はなんか北欧だからあの福祉の国とかみんなが幸せとかあの世界一幸せな国とか言われてるデンマークだったのであすごいデンマークに行ったらすごい幸せな暮らしができるのかなみたいな感じでこうぼんやり思っていたんですけど結構そんなもちろんすごくコペンハーゲンに暮らして楽しいことがいっぱいあったのは事実なんですがその反面で。 ちょっとこれはそういうことになってるんだみたいなすごくショックなこととかがたくさん起きたのでそれについてちょっとシェアしていきたいと思います法律って日本と法律、デンマークの法律もちろん違うしあの外国の法律を知らないで損することがすごいいっぱいあるんですねあの知識として知っといた方がいいっていうことはまず家賃はすごく高い ととということとあ,とあの敷金が返ってこないことがすごく多くてそれで詐欺に遭う詐欺っていうかあのその敷金が返ってこない事件が多発しているのでその入居した際の点検とか退去する時のあのレポートをしっかりするっていうことがすごく大事になってきます。えっと 私が住んでいたところ、例えばノアポートっていうそのセントラルステーションからすごく近くの駅すごく街中でロケーションがすごい良かったんですがでそこは私は5750ペニッシュクロナ払ってだいたいまあえっと冷凍にもよるんですけどあのまあ9万円から10万円ぐらいでその部屋はえっと完全にシェアルームでしかもあの私のベッドとその。 ルーンメイト一人と一緒に住むんですけどあの大体いいルームメイトとの距離ベッドの距離が3メートルぐらいかなすごくあの近いくてしかもそのルームメイトが誰になるかわからないっていうちょっとあのなんていうのあの運次第みたいなところがあるところででシェアキッチンシェアバスルームでシャワーもトイレも。 全部一緒にシェアするやつでもう完全にプライバシーがないあのもう本当に完全にシェアルームっていうところで万万円10万円を、えー、と払ってましたね今思ってもすごい高いなって思うですけどまあロケーションがすごい良かったのでそれはうーんっていう感じなんですけど例えばそのノアポートからちょっと北に上がってノアブロっていうところでも大体その1レビアのところ。 完全全部一人で使えるキッチンとかトイレとかお部屋も一人っていうところで友達が住んでたところだと大体6000何とかクローナーだからまあ10枚はまあ超えてくるかなっていったところでとりあえずやっぱり高いっていうのが一つありましてえっとかつあの入居する前のデポジット大体3か月分 その家賃一ヶ月分かける三をあのデポジットとして預けるっていうことがあのだいたい結構主流なんですが、だからそれが十万円かける三だからだいたい三十万円ぐらいなんですね。それをあの契約する前に契約時に払わなきゃいけなくて、でそれがすごくあの。 30万円って結構な量だしあの額なのでちょっとだけうーって思うんですけどそれをしないと家に入れないのでそれはするんですね3ヶ月分の家賃をデポジットとして払いましたで、えっと、その家を正式に契約できましたってなった時にさて入居しましょうってなった際に大事になってくるのは。 あの部屋の点検ですでこれはもう本当にすっごく大事になってきます。で、えっと、入居時に例えば、えっと、家の契約書によるんですけど入居時から何日以内3日以内とか1週間以内にダメージをちゃんと例えば家具とか壁とかキッチンとかあともう全体的に全部ですねの傷ダメージ壊れてるところを動画とか 写真でしっかりと証拠として残しておくことが本当に大事です。えっと、これは、えっと、自分が退去するときにダメージがあって、これはあなたがつけたダメージだって言われたら、あの、これは私が入居した時からありましたっていうことを証明するためのものになってきます。で、これがないと、あの、それをいいように、いいことに、あの、その、 家主側の人があの向こうの権利を乱用してあのデポジットを返してこないっていう事件がすごく多いんですね私もあのすごい嫌な経験がすごいあるんですけど私が個人的におすすめするのは家主の人に対しては基本的に疑いの姿勢でかかってください結構疑心暗鬼になった方がいいと思いますあの家主は結局あの こっちが証拠を持ってなかったら「あじゃああなたがこの傷つけたんだね」って言って「あの、じゃあこの,あの修理代をあ,のあなたのデポジットから引きます」って言って普通にやってくるのでそういうことが本当によく起きているのでコペンハーゲンでしかもあの留学生となると向こうは留学生だからデンマークの法律なんか知らないからそんなことも普通に簡単に騙せるわと思ってやってくる人が絶対に いいいっぱいいるのでもうその点だけは本当に気をつけてほしいです。あとあの交換留学生の方は、まあ、大学斡旋の寮とかに泊まるを取る人が結構多いと思うんですけど例えばワーホルの方とかフェイスブックで家賃、えっと、フェイスブックでお家を探す人も結構いるかもしれないんですが個人的にフェイスブックでで あの家を探すのはおすすのおめしませんでやっぱりシェアキッチンとかあのシェアルームにするとやっぱり額はその家賃の額は下がるのであのその面ではいいんですけどあと英語をしゃべる機会が勝手に増えていくのであの英語をやっぱり上達させたいっていう人だったらもうやっぱ持ってこいと思って私もその理由でそのルームシェア試してみるかと思って1回もやったことないし日本でと思って。 やったんですねでやっぱりでも完全シェアのとこだったのであの生活リズムとか気が合わないと本当に精神的に結構辛いものがあってで1人コロンビアの子と一緒に住んだことがあるんですけどその時はもう本当にあに息が合うというかもう好きなことも大体一緒だしすごいずっと喋っててもういつまでも喋ってられるぐらいのすごい仲いいあの友達になって今でも。 コロンビアに帰っっちゃったんですけど今でもすごいあの連絡を取ったりするあのいい友達なんですけどその子が帰った後にまた新しい子が入ってきたんですねスペインから。でその子がもうちょっっと本当に気が合わなかったですあの普通に最初喋ってて「はじめましてこんにちは」みたいな感じで,でいろんなことをお話しして「どっから来たの?」とか「何勉強してるの?」とか。 ですごい普通に喋ってたからもうあいい友達になれそうって思ってたんですねでそしたらまあある日まあ一日寝てたんですけど1人で夜そしたらなんかガチャってドア開く音がして喋り声がするんですねでなんかそしたらなんかその人たちがベッドに入ってってあの喋り声ってかガサゴソガサゴソってすごいしてるんですよでそしたら男の人が入ってきて 知らない男の人だしあのスペインの,その新しいルーメイトの子のこともあんまり知らなかったからちょっとあんまりいいふうに思わなくてその時にでももうその時は何もあの直接その「えなんでいるの?」みたいな感じのことも勇気がなくて言えなかったんですよだからまあその日はまあ我慢して全然あんまり寝れなかったんですけど過ごしてで次の日起きたら 私のそのデスクと家えっ、えー、と椅子のところにその人の,あの男の人のズボンとかあと鍵とかあのお財布とかも貴重品とかそういうのがバンって置いてあってでそれはちょっとこれはあんまり良くないこれはちょっと好きじゃないって思ってだからこれを言わなきゃと思ってその,その子に言ったんですね。あの 全然男の子とかも連れてくるの OK だからあの私がどこ行,く行けるように事前に「あのいつ来るか教えてくんない?」っつの子が「次からお願いだから」って言ったんですよ。で「あ分かった分かったこれから言うね」とか言われて「あのあよかったじゃあこれからやってくれるのかな」って思ったら次もまたあの知らないなんか突然。 連れて,きてあのまたベッドでガサゴソガサゴソして何て言うんですかねちょっともう「前行ったじゃん」みたいな感じで思ったんですけどやっぱりその直接そ,うその人この人がいる時にこう直接言うのがもう本当に勇気が出なくてその時また英語とかもあんまり自信がなかったので全然言えなかったんですねでそれを3回目も同じことされたんですねそうやって言ったのに。 でもうそれがどん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 ストレスになっていってもう本当になんか家に帰るのが嫌だっていう感じになってもう大学にずっといるとかあとカフェにいて勉強するとかもうあのギリギリの時間深夜まであのカフェにいてあの勉強をしてもう寝る,だけで寝るだけのために帰るみたいな感じでもう家が家じゃないみたいな感じになってたんですねでそれである日大学から一回荷物を取りに帰った時に 私の,あのベッドをこうちとベッドメイキングをしてこの特定の位置に枕3つ枕があって特定のこうなんていうんですかね配置でこういつも置いてたんですけどそれがあの違う感じにバラバラバラってなっててであそっかそしたらその子たちが使ったんだなってあの思って。 そそれでその知らない男の人に枕使われるのとかそのいじゃないですかだからもうそれちょっと限界がちょっと近づいてきててでそういうことがあってあの本当に耐えきれなくなったのであのストレス結構マックスになってこれはちょっともう無理だちょっとルーメイト変えたいと思ってあの寮の人に相談したらその学生スタッフの人がその仲介で。 話してくれたんですけどその人にそしたらその子逆ギレしてあのそっから一気になんかすっごい冷たくなってそれであの最終的になんか言われたのが結局なんか私あの入居する時からあなたとは一緒に住みたくなかったしあのもう今出てくけどあなたのせいであの彼と別れたからみたいなことを言われてえってなって。 なんかなんかそこですごいシェアルーム嫌だなってすごい思ったのとかあったしその後からもずっとすごいいろんな,なんかあなたのここの住み方のこれが嫌だとかなんかイチャモンをすごいつけられてそうですねそこで私はなんかもういいいかなってあの思いましただからまあ国も違うしバックグラウンドも違うからあの一緒に。 そうういい人たちと住むのはやっぱ難しいですよね。だからやっぱり理想としてはすごい仲いい友達がデンマークでできたらその子と一緒に住むとかあのそうですねやっぱ一人でお金ちょっとだけ高いけど払ってでも一人で住んだ方がちょっと個人的にはよかっいいのかなというふうには思いますねなんかストレス家でのストレスは結構その生活の質に結構関わってくるので。 家探ししは本当にに慎重にした方がいいと思います退去時についてなんですが退去時も、まあ、なるべくやっぱり現状回復の権利は義務はあるのでしっかりと掃除とかはするんですけどあのまあ現状回復なのであの元からあった傷とかもともと治らないじゃないですかだからそれはその入居時の写真とかビデオで証明できるのでしっかりそれを撮っておくのとあとえっと。 待機時の写真とビデオもしっっかりてておいてくださいもしあのその退去時これは汚かったでしょって言われた時にあのいや私が退去した時はこの傷はこういうふうになっててこの状態はこれでしたみたいな感じのことをしっかりと証明できるようにしたほうがいいですでえっとデンマークの法律であの2週間以内に家主が こことこことここの場所を修理するからこの値段をデポジットから引きますっていう通知をもらわなければその全額のデポジットを返金してもらう権利を持っているので住む側としてはだからその2週間の退去の時から2週間を測ってもし何も来なくてデポジットが返ってこなかったら向こうが違法なことをしてるっていうことになるので。 それは念頭に置いておいてください。で退去時から大体6週間ぐらい以内にデポジト返金するっていう慣習がデンマークにはあるのですぐには帰ってこないんですけどちょっとだけ待つ必要があってそこがすごい心配なあの時期になってくるんですがそれはちょっと辛抱強く待って。でもしなかなかか あのデポジトを返ってこなかったとしたらいっぱいそこを助けてくれる機関があるのでそういった機関にあの問い合わせるとかいっぱいあるのでもう絶対にに泣きき寝入りししないいいようにしてたただきたいですやっぱり違う国日本じゃない国での家探しってすごいしかもコペンハーゲンってすごく家を探すのが難しいし高いから。 私法律の契約書がデンマーク語になってて、まあ、英訳はあるとしてもその原本はデンマーク語ですしあの言語が違うのと人とコミュニケーションを取るのが英語だからすごい心配がすっごいいっぱいあると思うんですけどそのもう私が結構ずっと話したようにそのデポジットの帰ってこない事件はもう本当によく起きているのでそれだけは。 その点検、入居時の点検退居時の点検も,もうしっかりするようにしてください。であとちょっとでも家主の,この家主の人が怪しいってあの言ってることが怪しいとか言ってることが分かんないとか思った時はこっそりとあの録画とか録音とかをしておくようにしてください。でそれでその家主の人が言った言葉をあの例えば。 デンマークの友達に聞いててもらってこの人なんて言ってたとか聞くこともできると思うし英語が堪能な子にもっと聞くとかあの言ってることが分かんないまま「あオッケーオッケー」とか「イエスイエス」とか絶対に言わないようにしてくださいしっかりと自分で分からなかったらあのゆっくり話してもらうとか「もうちょっとゆっくり話してくれない?」とか「もう一回あの簡単に説明してくれない?」とか自分が理解するまで。 そして納得するまでしっかりとその契約とかあのルールについては理解した上で契約をするようにしてください。あのこれから留学される方とかまだえっとまあ例えば次のセメスターとかから留学される方とか九月夏休み中にワーキングホリデー始める方とかこれから家探しする方本当にあのそういったあのなんていうんですか詐欺に合わない ことを本当に心から願っていますで何かあったらコメント欄にてあのいろいろ質問してくれれば答えることができるのでよかったら何でも聞いてください。でもしあの私のインスタグラムでよくあのデンマークとかスウェーデンの暮らしを更新しているのでよかったらあの概要欄に貼ってリンクを貼っておくのでそこから飛んで見ていってください。じゃあ今日は、えっと、ありがとうございました。 見ててくださってあとこれから次は例えば言語の壁とか仕事についてとか医療についてとか盗難に遭った事件もあったのでそういった話とかあと髪の毛の染めた時の話でまたその悲惨の話がすごいあるんですけどとかカスタマーケアとか季節食べ,物食べ物とか友達作りで困ったこととかすごいいろいろあったのでちょっと苦労のお話についてまたこれから あの時間がある時に更新していくのでよかったら、えー、チャンネル登録して、えー、っと待っててくれたら嬉しいです。じゃあまた、えー、次の動画でお会いしましょう。